片町スクランブルナイト、まずは夜の片町紹介です。スイーツバージャムズからスタッフの横川俊平さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。ようこそ。店長見てますか？ちょっと待って、もう横に並ぶとこの顔の大きさの違いっつうんですか？いやいやいや、そんなことないです。顔ちっちゃ。そんなことないですね。えもう同じ骨格が詰まってるとは思えない感じもするんですけれども、横川さんは、はい、このスイーツバージャムズへ入店されてからってのはどれぐらいになるんですか？はい、まだ1ヶ月なんですよ。お、はい、1ヶ月入りたてなんですけど。そうなんですね、はい、その前っていうのはちなみにどんなお仕事なさってたりとか？その前はちょっとホテル日光金沢さんでちょっとバーテンダーさせていただいてました。なるほど、はい、その雰囲気、ね、でもこうシェーカーとか、はい、あるいはこのマドラーバースプーンをこのスイーツパフェの方に、はい、ね、そうですね、入れ替わってといいますか持ち帰ってな感じでしょ、はい、どうですか？そうですね、まあ、個人的な見解なんですけど、うん、ちょっとスイーツとカクテルって紙一重だと思うんですよ。ほう、例えば今お菓子ですごいチョコミントっていうのがすごい流行ってるんですけど、うん、そのチョコミントっていうのは実はカクテルでもありまして、はい、そのチョコミ同じ似たようなものが逆にお菓子からカクテルにっていうのもあるんで、うんうんうん、本当に紙一重だなと思ってるんで、ちょっとそこをちょっとパフェでも活かせたらなと思って。なるほど、はい、じゃあこれまでのそのバーテンダーの経験がパフェに生きてくるようなところもそうですねあるんでしょうね。はい、いやでも甘いものお好きですか自身は？めちゃくちゃ大好きです。マジですか？もうルックスも甘いけれども甘いものも大好きといううまいこと言いますね。はい、ね、じゃあちょっとねこのあたりお話伺っていこうと思いますが、はい、そう、なんでもスイーツバージャムズが3周年と、はい、先週で、ね、先月で3周年でした。先月3周年を迎えたということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。横川さんはねここ1ヶ月ぐらいだと思うんですけれども、はい、お客様方っていうのはどうですか？ご覧になってて。そうですね、前のホテルよりかはやっぱ客層ちょっと若くなるんですけど、うんうん、その分ちょっとカジュアルでちょっと激しめの感じのトークが飛びやすかったり、はい、激しめのと、あ、そっか、なるほどね。ホテルのラウンジだと割とこうボリューム控えめで、そうですね、ちょっとジャズが流れてたりするんですけど、はいはいはい、ちょっとこちらではちょっと洋楽が流れながらもちょっと仕事の疲れを癒せるようなトークが飛び交ってて、うん、なるほどね。じゃあお仕事帰りだったり、そうですね、あとは、まあ、飲み会の後、はい、二次会とかで最後に締めパフェをちょっとしに来てくれる方がいらっしゃいまして、ね、木村さんもこの締めパフェ、はい、結構ね若いヤングな女性の中では締めパフェ流行ってるっていう。そうですね、うん、私も実際締めパフェでこのジャムズに行ったことがあります。あ、本当ですか？ありがとうございます。ブリューレのパフェがめっちゃ好きなんです。ありがとうございますねえ、ジャムズといえば本当パフェの種類もいっぱいありますし、はい、あとは何だろう、一つ一つがでかい。あ、確かに、うん、でかいって一言葉があるですね食べボリュームがある。そうですね、ボリュームはすごいあるんですけど、本当にあまり甘すぎなくフルーツの割合がいいので、うん、結構皆さん一人でペロッといっちゃう方が多くて。ですよね、はい、ちょっとじゃあね皆さん多分気になってると思うんでこう言っちゃっていいですか今日？どうぞ。横川さんが持ってきていただいたこちらは何ていうパフェになるんでしょう？こちらは、当店で気まぐれパフェって、その日によって変わっちゃう季節のフルーツを使ったパフェになります。これね、これ実際に横川さんが作って今回持ってきてくれた。ごめんなさい、今日店長作ってきました。店長の思いが詰まってるんですね。店長すごいパフェ活躍してますよ。すごいっていうかこう一つ一つのフルーツの細工が細かいですよね。そうなんです、すごい繊細なんですよ、うん、でこれ気まぐれパフェ、今はこれ秋モデルをそうですねお持ちいただいた感じになりますか？まだ一応秋なので、はい、秋ギリギリまでちょっと秋の味覚を堪能してもらうために、うん、今回は梨と柿と巨峰、この3つを使ったパフェにさせていただきました。ちょっとね木村さんがゆっくり回してくれてるからさ、はい、こう全体見れましたか？巨峰もねいいねこれね、こんな風に剥いたことないですないよね。そうだよねもうパッて剥いてパクッと食べちゃう感じですけれども、うん、お花みたい。これ大体、はい、まあ一人で食べちゃう人もいるかもしれないけれども、はい、お店側としては何人ぐらいで食べるのをもうこう計算してる感じですか？そうですね、できたらやっぱ一人で一つパクッと食べちゃった方が嬉しいんですけど、カップルで来ていただいて二人で一つシェアしていただくなんてこともできちゃうんで、はいね、あとはこう一個ずつ頼んでちょっとちょうだいって、ね、はい、いいですねそういう展開がね。微笑ましいですね。これからでもクリスマスシーズンだったらそういうカップルの方も増えるんじゃないですか？そうです ね間違いないです、うん、そして
もう木村さんの視線がかなりこう、うん、ホットな感じもするんですねえ、食べたいですよね。なんでそんなにしみじみなんでそんなにいいんですかこれ。ぜひ食べていただくためにちょっと木村さん言っちゃって。やった、言ってみるもんだもういいんですか、いいんですかって目で言ってました。でももうどこから食べようね。確かに本当そうだね。そうですね、ちょっと食べるとこちょっと迷っちゃうぐらいなんですけど、うんうんうん、本当にお好きなとこからサクッと。いやー、もうどうぞどうぞ、お好みで。ちなみによろしかったら、はいはい、フォークもあるので。うわかわいい、このね、フォーク気配りと言いますか気がつく男。あります、バーテンダーなので。なるほど、そうですよね。いろいろね、観察をしながら、ね、トークもそうだし。そうです ね。じゃあせっかくならこの季節のスイーツ、うん、柿いただこう。どうぞどうぞ、ぜひいただいてください。柿とソフトクリームっ って一緒に食べることないですよね。確かに確かに、合うのかなっていう言葉ですよねいやもうほんと繊細な作りなので、ほんと、ね、そう、テレビに映ってるってなると、ね、なおのこと緊張するでしょプル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 どっちから食べどうちょっと待ってくださいね。はい、ちょっとアイスをつけーの、つけーの、いきますか、いきますよ、いただきまーす、はい、うん、おいしい、ありがとうございます。この柿のフレッシュな感じと、うん、生クリームとかなアイスの甘さが合うんですよね、はい、美味しい、ベストマッチなんですよ。さすがだな、その辺りはなんかいちごに練乳をかけた時の感動というか、本当は相性がいいですよ、はいはいはい、これは知らなかったっていう、はいはい、なるほどね、うん、これ下の方にも柿がいるんでしょ。だってそうですね、下の方にブドウと、あ、巨峰と、うん、あと柿がもうミックスされてるような形、ね、フレークもいるし、はいはい、加藤さんにも伝えてもらいたいな。僕も横川さんと一緒で甘いの大好きなんですよ。本当ですか、うん、でなかなかね、こうおじさん一人でスイーツ食べに行くのってちょっとこう気が引けたりするんですけど僕大丈夫なんです。いただきます。本当だ、クリームもそこまでこう、はい、甘すぎる感じないですよね。そうなんですよ、甘すぎず、うん、程よい甘さなんで、いや一つペロッといけちゃう。いいな、これは確かに、あのさっきごめんなさい、2人でとか3人でシェアするみたいなこと言いましたけど、1人でいける。ありがとうございます、間違いない。ちなみにこちら気まぐれパフェおいくらぐらいなんでしょう。こちら1450円でお売りしております。いい食べ応えありますよ間違いない。でこの他にも、はい、いろいろなパフェメニューとかスイーツメニューがございまして、はい、今イチオシってどんな感じになりそうですか。そうですね、今イチオシになるんですけど、うん、すいません、失礼します。はいはいはい、あ、メニュー持ってきてくれて。実はメニューもちょっと新しく変わったんですよ、はい、だってスイーツメニューでこんな分厚いんですよ、こんなこれね、後ろの方何も入ってないわけではなくて、こんな分厚いですからね、はい、そして今まではちょっとこちらのちょっと可愛らしいブック本だったんですけど、うん、ちょっと新しく、あ、こっちが新メニュー、はい、なるほどなるほど、僕らスタッフで一つ一つ、はい、手間かけて作らせていただきました、うん、ちょっと見せてもらっていいですか、こちらのカメラに、はい、一応こんな感じなんです。ババンと、おお、可愛らしい。ちょっと前の方にいただいてもらって、はい、ごめんなさい、どのページを紹介しましょうか。そうですね、開いていきます、うん、ウェルカムトゥジャムズ、ね、お店の紹介がありの、はい、3年ですよと。ドリンクメニューですね、ここは。最初はドリンクメニューですね、はい、最初はちょっとフルーツ使った当店ご自慢のフルーツカクテルから始まり、こちら全部ノンアルコールもできるので、ほう、本当にノンアルコールしか飲めないお客様でもしっかり頼めるようなメニューとなってます、ね、この辺りは横川さんの腕の見せ所と言いますかそうです ね、 ねえ、そしてめくっていくと、よいしょ、はい、じゃあもうまだドリンクメニューなんですけど、うん、ちょっと大人のカクテルみたいなものですね、はいはいはい、ちょっと昔からあるような XYZ やマティーニなどの古いカクテルもちゃんと載っておりますので、うん、はい、そしてこちらから半分からちょっとパフェのメニュー入ってきます、うん、ですね、ブリュレのパフェ、はい、木村さん大好きな、はい、私の大好きなやつです、当店自慢のパフェですはい、ドーンと、わー、カラフル、ありがとうございます。メニュー増えてます？そうですね、あまり変わってはないんですけど、本当、はい、
さらになんかこう新しく洗練されてる感じなのかな。そうですね、ね、メニューが少しでかくなったのもあってちょっと見やすいかもしれないですね、はいはい、うん、あ、そしてパフェじゃなくこのデザート系、はい、あ、気まぐれパフェがあの下にね、そうなんですよ、ハテナになってますけれどもね、もうちょっとハテナになってるとこちょっとお客様の心をくすぐるっていう、うん、はいはい、何が出てくるかなと、はい、冬になったらまた今度ね何になるのか楽しみですよね、ガチャガチャ気分です、ね、なるほど、はいはい、パンナコッタとか、はい、また盛り合わせ、はい、ね、アイスクリームもありますし、うわ、お、ここはフードですね。そうなんですよ、うん、やっぱ甘いのばっかりだったらちょっとしょっぱいのも必要になってくるので、はい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 、しょっぱいメニューもちゃんとご用意しております、ね、ミックスナッツ、ソーセージなどなど、はい、あ、パーティープランもあり、そうなんですよ、あとチーズか、そこは、はい、はい、うん、お酒と合いますよね、ありがとうございます、うん、あのボジョレも解禁したことですので、うん、ちょっとチーズが進むかと思います、そうですね、ということでもう盛りだくさん、はい、スイーツバーというふうに、ね、目打ってますけれども、本当フードもそしてカクテルも、はい、ね、本格カクテルこれも楽しめると、そうですね、うん、いうことでぜひぜひ、ね、お出かけいただきたいと思います、はい、で、天使のフルーツフラワーっていうメニューがあるんでしょ、はい、あります、これちょっとご紹介いただいてもいいですか、大丈夫ですよ、メニューありますね、この名前からしてね相当気になると思うんですけど、これですね、本当に天使のような口当たりのちょっと生クリームと、うん、あとティラミスとかでよく使うマスカルポーネチーズとあとフルーツをそれぞれ、一口サイズに切って合わせたちょっと本当に天使のような口当たりのちょっとフルーツなんですけど、あ、はいはい、デザートなんですけど、デザート、はい、ね、天使のフルーツフラワー、すっごくお客さんも1個頼んだら私も私もって周りのお客さんも言い始めるくらいのデザートですね、フォトジェニックな感じもありますし、ね、可愛らしいですよね、ありがとうございます、はい、ということで、ね、スイーツバージャムズ3周年を迎えてますます波に乗る感じ、はい、横川さんも加わって本格カクテルも、はい、そうですね、飲めちゃうという感じになりますけれども、じゃあお店の基本情報、営業時間とかですね、はい、教えてもらっていいですか、はい、すいません、営業時間なんですけど、オープンは6時半からになっております、はい、そしてちょっと閉店なんですけどちょっと3時までとなっておりまして、うん、今ほんウェブページの方ですとちょっと月曜日がちょっと定休日になってるんですけど、うん、今新しくちょっと僕がスタッフとして加わってちょっと月曜日もちょっとお店開こうということになってますので、ぜひ年中無休やってますので、はい、ぜひ月曜日もお越しくださいませですね、そしてパーティープランなどもありということでございますので、はい、ぜひぜひね、スイーツバージャムズ、キララからスクランブル交差点の方に向かって行って右手側ですね、はい、台抜き屋さんの上、そうです、ね、はい、階段ちょこちょこっと上がってもらって、はい、ぜひぜひお出かけいただきたいと思います、はい、じゃあ最後横川さんからカメラの向こうの皆さんに一言 PR お願いしていいですか、パフェ最高だぞありがとうございます、はい、最高でございます、ありがとうございました、ありがとうございます、この時間はスイーツバージャムズの横川俊平さんにお越しいただきました、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます。